企業からベンチャー企業に行った時に関しては、やっぱりいろんな常識とか、いったもっと人的なものにとらわれずに、新しいことを打ち出すことによってですね、世の中がもっとより効率化するんじゃないかっていうことが、ありました。我々がその球団運営を始めるときに、我々のビジネスは何なんだっていうことの定義から入ったんですよ。で、すごい極論を言うと、我々のビジネスは工業ビジネスなので、お客さんに来てもらって喜んで帰ってもらう。もっと言うと、ディズニーランドと同じようなモデルを作んなきゃいけないなっていうのを考えてまして、なので、スタジアムも一体運営できるので、いろいろ考えたことは、試合やってないときでも、スタジアムに来てもらえるような仕組みが作れないかということで、試合のない土日でも球場の外側で出店をやったりとか、あと球場を使ったウェディングとかですね、結婚式とか、あと、これはビジネスだけにかかわらず、ファンエンターテインメントの一環なんですけど、夏にこのスタジアムのところにテントを何個か作って、親子で夜そこで過ごすっていうような企画も立てて、空いてる、スタジアム空いてる日にもお客さんが来てもらうような仕組みを考えていました。地方自治とは言いながら、地方の行政、市町村が慣れることってすごい限られてるんですよ。で、会社だったら基本的に売上と経費を自分でコントロールしながら黒字化したりとか使うために決めていくんですけど、日本の自治体の場合ってもう税率決まってるんで、人口がこんだけいればこれだけの税収の売上決まっちゃう、唯一できるのは企業を誘致してその企業の法人、市民税です、法人税を取ることによって少し上がっていくとか、固定資産税を上げていくとか、収入の幅も決まっちゃってる。結局ですね、今社会的に問題なんですけど、医療費とか保険費でほぼ6から7割ぐらい固定しちゃってるんで、その自治体でも自分たちがやりたい政策のために使えるお金は大体 10% から 15% って言われてるんですよね。その制度を変えていかないと、日本って小さい国、島国になるとは言うんですけど、面積でいうとそんなに順番からして小さくもないですし、人口もいいだろうと言われてますけども、大きい中で、やっぱりもっと地域の自治性を出して、自分たちも、税金の税率とかそういったことまで決められるようにならないと、よくないようにならないと思います。結局、国が何かを変えてくれないと自分たちできないという言い訳を許そうとなってしまうと、もっとそういった地方を進めたいというのがあるんでしょうか。皆さんは今自分たちのサッカー の能力を生かして、そういったそれを仕事にできているというのは本当に多分限られた数パーセントだと思うんですよね。逆に言うと本当に恵まれている。自分の中で、言論とかプロジェクトベースで社会を変えていくことに取り組んでいこうということで、今、活動をしているところでございます。起業したいって思う人、サッカー選手で今収入もあって、それ以外でビジネスとかをやりたい、そういうことに興味を持っている人、で自分が入団したら2001年でした。でその時今 J リーが25周年。でそういう中で、この常識がどんどん変わる。親の時代に、やっぱサッカー選手以外のことをやるって、相当ハードルがある。いろいろな可能性があって、で、そういう話を持って、今の話に行くと、ちょっとつながらない。企業だったり、スポンサー、サポーターを応援してくれる人に、夢や感動という感じを与えて収入を得ています。自分のプレーはもちろんですけど、それ以外の部分での行動や言動によって、少しでも喜んでもらったり、笑顔になって帰ってもらいたいという価値を与えて収入を得ています。なので、試合に来てくださったときには、僕自身、時間をなるべく作って、触れ合う時間を作ったりとか、写真を撮ったりとか、そういった時間はすごく大切にしています。人っていろんな能力が一巡に優れている人を取っている人がいるわけじゃなくて、それぞれの中に得意なものを取っているものとかみんながあるわけ
ですよね。その中で自分の得意なものを伸ばして、それを人に感動を与えることのできる職業だって定義をすると、多分素晴らしい職業の皆さんはつけたんじゃないかなと思うし、現役引退した後も自分の定義をどうしていくのかということを考えると、なんかよりやりがいのある方ができるんじゃないかなと改めて思いました。僕もそれを 再確認することができていい時間でした。どうもありがとうございます、はい。自分たちは今水戸オリンピックで、プレーさせてもらってますけど、そのプレーさせてもらうまでにいろんな人がいろんなことをやってくれていて、自分たちはこうやってこうピッチであったり練習できているっていうのを、肌で感じましたし、自分たちが日頃目を向けないというか、わからないことっていうのを今日話聞けたので、その人たちの思いっていうのも背負って、自分たちはプレーしないといけないと思いますし、すごい、貴重な話聞けたので、もっともっと、水戸五輪のために、頑張りたいなと思いました。普段あまり触れ合わないというか、接点のないような人との行為だったので、結構楽しみにしてましたし、就職なさって働いてっていう中で、自分のやりたいことだったりっていうのをそのまま行動に移す行動力っていうのは本当にすごいなと思いましたし、今後自分が辞めた後にいろいろもしやりたいことがあった時は、今日の話を思い出しながら、いい肥やしになったのかなと思いますし、やっぱり何もないところからその楽天を立ち上げたっていうのは本当になかなか聞けない話だった。すごくいい話が聞けたなと思います。